探してみるか。おお、なんか最高やねこれ。2回も道に待ち棒でもうたわ。今日は犬山キャンプ場に向かってます。もう1時間多分早く着いたと思う。なんか、何を待ち棒だかな。びしゃびしゃだもん。目的地に近づきました。案内を終了します。ここまでの所要時間は3時間13分です。運転お疲れ様でした。どんな感じ？いいですか？今日はケシュアのアルプナのリビングシェルターの住人用を張りたいと思います。3m×3m33なんで、まあそこそこ大きいかなと思います。では設営開始。さすが住人よ。33でもドーム型じゃないシェルター型やから、すごいデッドスペースがなくなってすごく広く感じますね。で全部メッシュにできるし、張り出しも OK なので、今日はもうこれ1個で十分かな。ただただただ東屋の天井がほら使えてますよね。上はさすがに気にせんかったな。下の33だけを3m×3m あるかなと思ってきたけど、上まではちょっと当たるぐらいやからマシかな。はい、ほんならやっていきたいと思います。シーム加工はされてるんですけどね、ファスナーがシングルなんで一瞬回してくれとメッシュにできない、すごく不便。そんな感じかな。あとは問題ないですね。今日はコットは、コールマンのトレイルヘッド2を持ってきました。広いわ、トレイルヘッド2の方ね。あ、こんだけありゃだいぶ嬉しいね。サーマレスト持ってきたけど引いたら真ん中にちょろってなるんじゃまあこういうシェルターっぽいのがあれば、あの広く使えるから33でも大きいベッドを持ってきてもそんなに幅取らないですよね。いや大きいわ、やっぱりいつもと全然違う。めっちゃ雨降ってきた。めっちゃ雨降ってきた。ちょっと避難。こんなに降る言ってたかな。荷物下ろしもできへんぞ。まだ何もできてないぞ。このどでかい口がいいよね。素晴らしい。物が入れやすい。何もかもがびしゃびしゃ。いやもう早やんでお願い。一応こんな感じでセッティングはできましたけど、この雨なんとかして
もうやんでくれないと犬下ろされへん。ワンズがあそこでかわいそうに、いつもと一緒やん。それやったらな、何のためにここまで来てんや分からへんやんけ。はい、冷蔵庫はマイナス4度。雨降って何もできないので、とりあえず薪割りでもしますわ。全部潰すと結構なるようになりましたな。よし、こんだけやりゃなんとかなるっしょ。あとは焚き付け用のちっちゃいのを今割ってます。ではユニフレームの焚き火台、初火入れ。これ初めて使うのね、この間買ったばかりやから。さあ今日も焚き火で料理を。おきびのためにケーキを燃えてますなんせもやさんとおきび作れないからね。よいしょ、いいね、焚き火台があると。まあ直火がダメなんで焚き火台にしてますけど、燃焼効率がすごくいいね。下から空気が入るからね。前回に引き続き米、薪で米炊きたいと思います。楽しいよね、適当に。よいしょ、どんぐらいかな。さつまいも、さつまいも可愛らしいの持ってきて、こんなこんな予算いらんやろ、そんな要素いらんやろ。よし、あとは、焼き芋にします、後で。あんまりちっちゃく切るとなくなっちゃうからね。硬っ。でもこんだけあれば十分のような気がするけど、ちっちゃいのとか。鍋に入れて、まあ、さつまいも、そうやな、こんなもんかな。絶対こんなもんや。これ以上入れたら多すぎる、食べられへん。なと豚と、きのこミックスと、白菜、切ってきて、家から切ってきました。それと、しいたけ。よし、これをこの鍋の中にぶち込みます。そんな白菜いらんか。これあんまりあるで、まずいな。そんなに食べられるんだよ。はい、豚バラブロックをスライスしてきました。よいしょ。こんなもんかな。どんだけ掘り込むかわからんけど。やっぱブロックはいいね。薄切りじゃないから、薄切りっていうか自分で切ったから、あ、厚みはなんぼでも。なんか腹膨れそうやな今日な。これにご飯があんねんで、ご飯があってなおかつやで、なおかつやで、うなぎがあんねんで、食べれるかな。よし、これにだし入れてかんとか、ちょっとよいしょと、おだし、おだし、お出汁を
入れます。よし、入れました。あとはお味噌、液状タイプで味がつきます。よし、はい、それではお水入れたので閉館。あとは火にかけるだけ。火ができたのでご飯の方を炊いていきたいと思います。水漬けも終わりました。よいしょ。お、よし、どういう風に炊き上がるかね、今日はね、楽しみやね。よし、まずはご飯。ではこのぐらいで炊きたいと思います。よし、お、どうでしょうね、うまいこと炊けるかな今日は。楽しみ。そろそろいいかな。ちょっと見てみようか。ああ、いい感じかも。よし、これで今度はちょっと漏らします。よし、この間にお鍋を、よいしょ。あ、いいね、こういう感じ、気持ちがいいね。やっぱり皿のグリルは綺麗だすぐ汚くはなるけど、いい、これで十分や。わあ、楽しい。うまいことできるかな。サットン、薩摩の豚汁っていうんだしいです。かっこいいな、すげえ。めちゃめちゃかっこいいな、このロスヘビーロストル文明の力はすごいね。いや、いいわ、このヘビーロストル、すごい、めっちゃかっこいい。よし、お、グツグツ言うてきました。楽しいねこれなんか面白いね。うわお、お、いい感じじゃないのこれ。お、ええ感じでグツグツ言うとるぞ。お出汁も入れて、そこにお味噌投入。どのぐらい入れるんやろ、こんなもんかな。薄かったら足しゃええからな、多かったらまずいからな。おお、すごいな、薩摩の豚汁でサッとん。うわ、すっげえうまそう。あ、おいしい、おいしい、めっちゃうまい、うまい。うん、これはいけてるね。いや、これ美味しいな。もう負担いらんやろ。ちょっとカメラ近くにします。おお、火力強え。あ、美味しい、美味しい、めちゃめちゃ美味しい。よし、はい、それではいいおきびになってるので、うなぎ
本丸々焼きたいと思います。よいしょ、あうまそう。くるがしてみるか。なんか最高やねこれ。食べていこうと思います。さあどうなったかな。全部とりあえずこれ切って、うわ柔らけ、なんじゃおりゃ。あ、うまっ。おーできた。見える？よいしょ。あんまりうまく取れないけど、こんな感じ。はい、こんな感じでできております。で、うなぎでしょ。で、うなぎはこっち、よいしょ、よーいじゃねえよ、こんな感じ。それとご飯蓋オープンします。はい、それでは蓋オープン。わあ見てこれ、ほらすんご、あ、うん、焦げなし、素晴らしいね。ちょっと食べてみたいと思う。うまうまうますぎる。そしたらかば焼きのタレをだー思いっきりいったね。うなぎてんこ盛り、まるまる一匹全部入れたんね。ふらついでに頭も、ほらどうこれ。こんだけ食べれるから。でもよし、それではいただきたいと思います。まだ熱いかな。熱いなこれ。さあどんな味でしょう。うん、うん、うまい。スプーン欲しい。あ、ええ味出てるわ。野菜の甘みとかも全部出てるし、最高だね。いやー熱っ。よいしょ、どうこれ見栄えいいんじゃない。すごく、よっ、絶対おいしい。よし、これで写真も撮ったし、いただきます。うなぎ柔らか。さすがに汁までは無理やった。いや全部食べた。ごちそうさまでした。あーうまかった。牛負けた。あー美味しかった。さあ次ワンズのご飯。いつものようにワンズのご飯は見えへんな、こんな感じ。これ何本あんやろ。1043グラムって書いてある。こんだけあったらまあなんとか、足らんからフードをちょっと混ぜないとダメみたいです。まだ凍ってますやん。家で氷にしてきたけど、うわまだ凍ってた。よいしょ、
うわ冷たこれ切れんのかな、あ切れる、あこれだけあるやん、あやっぱりオピニエル大きい方が使いやすいね、一発で切れるいいねいいわめちゃめちゃいいわ、よしよし何分かかる思って、あでも今回切ったから早いです、よいしょよいしょ、こんな感じ、あオープニング夏逆やったよいしょ、おうまそうじゃん、うわ見えてんのかな、よし、いいよ、一瞬で終わったですわ、終了、ごちそうさん、はやもうよし、酒が飲めない、普通の人はなここでお酒を飲むんだろうけど私は酒が飲めないのでね、どうにもなんないですわ、練習したけど無理ですね、アルコール消毒液で注射の時アルコール消毒液で消毒されたらそこだけ真っ赤っかになりますからね、体質ですわこれは、どうないもなりますねなっちゃけないけど、だからいつも紅茶を飲んでます、無理なんだよ飲めないんだよ、飲む稽古はしたんやけど無理、全然飲めません、もうちょっとでもアルコール入ったらもう全くダメやもんね、一回ブドウジュースやと思って飲んだらブドウワインやってえらいことになったような気がする情けないけど飲めないんだな、それでお湯が沸きましたのでよいしょ、あいい感じ、よいしょ、よいしょ、もうちょいかな、よし、こんな感じ、はあ、至福の一杯やね、はい、それではいただきますあ、おいしい、はあ、ご飯食べて、一服して、うん、ご飯食べたらワンズがめっちゃ元気になって今走りまくってはりますわ見えないかな、そこにいるんだがね、見えないよね、はい、シャワーから帰ってきました、ただいまどうなってる、よいしょ、ただいま、あ10時やね、気温18度、湿度めっちゃ高い、さっきまで雨降ってたっていうか今もパラパラしてるんですけどね、病んだ時に、ワンズは、夜のドッグランできたので、もう疲れて寝ております、よかったねあんたたちちょっとだけでも遊べて、明日は多分降らないと思うんですけどね、うん、いやこのテントいいですよ、めっちゃオールメッシュになるし、オールメッシュというか、まあ、ここはハーフやけど、うん、4面メッシュ機能はついてるので、で防水もそこそこ効いてますね、ほとんど水弾いてましたわ、あとシーム加工がところどころされてるので、うん、それも良かったかな、で今日のベッドは、トレイルヘッド2、広いわ、今日コールマン尽くしやね。ね、あと、まあ、DVD 見て、
まったりしたいと思います。よいしょ、はい、OK。 ならお疲れ様でした。